皆さんおはようございます。ティンダーメアクはキングダです。プレスの方もどんどん行きます。はい。エルボードアップ、これも技ですね。はい。円錐切り怖いね。はい。はい。猪木技。黄金の左といえば輪島です。あの、大相撲の、はい。輪島、はい。あとはプロレス、王者の魂。本当にすごいですね。はい。あとは王道は定番。オーバーザフェンスはこれね、場外負けですね。はい。場外の、はい。大はやぶさ、これ怖いもんです。はい。オーマイ&ガーファンクル。あとは、東日本大震災、シェーンを超えた、オールツーギャザーですね。はい。頑張れ、日本！拝み渡り、こういう拝み渡りの技ありますね。はい。あとは、起き上がり拳、これね、拳技。岡田和親さん、これあったね。あとは、起きて破り。ルールはダメです。ルール破っちゃ、はい。お米は相撲の隠語だそうです。お金です。マンギー。男組。これ、ジャニーズですよね。はい、男盛り。これもすごいですね。落とすというの、落とせ、怖いね。鬼軍曹でおなじみの山本福祥哲さん、はい。鬼嫁といえば北斗晶さん、デンジャースクイーン、怖いね、はい。あとは、お前は虎になる、これね、怖い名言です、はい。お前平田だろう、こういう煽り言葉、はい。うえい、はい、オリエンタル殺法、怖いものですね。プーって毒殺、はい。オリアは井上の掛け声。俺が田上だという、だはつきません、間違いありますが、はい。あとは、俺が天下を取る。あと、俺ごとカレー。はい、あとはオレンジクラッシュ、これ小橋健太さんの技です。はい、いやー驚きました、プロレス技。はい、あとプロレスには階級がいろいろあるそうです。ヘビー級だったりとかジュニアヘビー級、それぞれいろいろありますね。はい、あとは対戦試合ありましたね、海外武者修行で。はい、熱戦後強くなったね。海賊王女、あとはまあ海賊男怖いですね。はい、回転地獄五輪という技も怖い技です。街頭プロレスも見たことありますよね、誰か。はい、カエルコール、こういう延長の場合もあるんですけども、反則行為も乱入することも、カエレ、カエレ、ありますね。格闘、これが前田さんのニックネームですね。格闘頂点という、なんか週刊ゴングつけたものですね。はい。格流対決、大相撲の格流じゃありません。はい。あとは、ガサガサ声、これ本天球さんと本間、あの山形出身の本間智明さん、天球中です、こういう感じです。梶脇さん、これ明日のジョーとかタイガーマスクのあの漫画家です。はい、以上です。バイバイ。